ただ、まこと慣れてるだろうな、そうだっけ、まこと。あ、でもただチェルシーさんも別に新しい新規プレイヤーではなんでもないから、なんでもないですからね。強いプレイヤーが強いキャラに変えた状態ですからね。よくないですよ。さあ早い、さすがのショー。さあこれはハイジャンプキャンセルスタートなんで非常にダメージが高いですね。セール7割か。わあ、しっかり。さあこれでゲージももう半分取り返してます、うん、に対して、チェルシーさんの誠の方は約6割ぐらいですかね。そうですね。さあうわーチューパー暴れ、下殺して、うん、ちょっと早手が、そうですね、そうですね、安定からでちょっと難しくなっちゃいました、ね、はいはいはい、さあゲージが溜まって、さあ早い早い展開が、おお怖っ、投げさせて、さあここをしのげるか、あー、立っちゃいましたね、やっぱショーもきついっすね、崩しよ、うん、さあ結構ね、初戦で先方取られると緊張しそうなところなんですけど、はいはいはい、いいんじゃないですか、いつも通りの動きでできて、さあ地方地方で次は正体、いけよとこさん、いけよとこさん、うんうんうん、はい、いけよとこさん、はい、じゃあ、地方正体、雪男号機、さあ雪男さんもしっかり、これが初戦ですか、とんでもない有名な方々が、さあ大パンループ、さあこれで、さあこかしがちょっと届かなかったか、さあダメージよ、防御力ですからね、ゲージの強いところはこの1回コンボが切れてもその後単純にまた卓になるのが本当に強いですよね、そこから当たっちゃって補正グリーみたいになっちゃうと元々よりもダメージ高くなるっていう、さあさっきゲージ発動したと思いますけどさあこれ見えない通りですね、おバレてる、さあちょっとショーガーがミスをしてしまったけど、ここ逆に雪男さんチャンスですね、相手ゲージがないんで言うにここでどれだけ有利な状況作れるかなんですが、ショーがうまい、さあまたゲージに3回目、さあザンクをベッツさんでかわして、さあこれはどうだ、大きだとすごい落ち着いてんな、やばいっすね、コンポミスをしながらもちゃんと、さあさあ時報ショーが勝利して中堅サムギョプサル界中堅です、悩んでますね、まあ、悩みますよね、褒めたいでしょう、ユンに自信持っていきますっていうキャラまあまあいないと思うんでもちろん、しかもそれがショーのユンですからね、さあユンつかりの道場さんか、え、あ、電信ですね、さあこれはあります、ね、ありますありますワンタンキル同士です、さあいきなり即答と、いきなり即答、ちょい待ち即答、さあガードジャンプして、まあ、た、1回目はしょうがないですもんね、あ、これが痛いのを押しましたね、さあここを抜けな、中足ってあんな簡単に確認するそうなんですよね、そうなんですよね、昭和中足の確認性能高い、高いなんてもんじゃないですよね、さあ2回目ゲージ発動、ゲージ発動して、さあ今度押してしながら、ここでチャンスですね、ダメージはしっかり、ゲージがないというか下風呂入れてくる、さあ体力はほぼ5分まで持ってきましたが、ここで2回目、さあどうだ、あー惜しかった、これはどうだ、残った残ったっていうのがあるんだ、このボックを見せて壊すと前に入れさせて、さあ順調に勝負担いでますね、効果強い、さあ次は副賞になりますかね、副賞ですかね、あと残るは唐辛子のユリアとマサキューですね、マサキュー、さあ出てくるのはマサキューですね、マサさん何回か昔そのやったことあるけど、うん、硬い硬いすごい本当に硬いです、うん、東が TM さんなら、うん、こっちの西はマサさんだろうな、今2大トップの言うと言っても間違いないと思います、さあ BM 内だとね TM さんはユン担当ってことになってるんで誰かがやんなきゃいけないですからね
が起きてるんですけど、ただやっぱりここでマサさんもあうまい。さあこれはね、高速同センター簡単ですよね。9はちょっとコンボの方が入りやすいんで、はいはい、さあ溜まる溜まってるますね、溜まる。おーうーまい、着地させない、仕上がりがやばいっすね、うん、やってますね、やってますね、サーブ好きな人ですよ、好きな動きしてます、好きな動きしてます。さあ左のレジン、さあ切りで稼いで、うまいですね、ここはここだからゲージが溜まるので、さあ Q が1回ピネをしたで防御力が上がりますね、3回マックス3回で、うわぁ投げで割り込む、うん、さあここでゲージがないんで亀に行く醤油に対してどう動くかですよね、難しい。さあ強気に前出しして、打ち勝ちですと一発ですごい溜まるんですよね、当たると。さあこれは残るが、さあここだゲージはある、さあ翔が溜めていく、溜めてきますね。さあここでどうだ、さあここスクムがあるんでね、素晴らしい、すごいあれですね、あのリスク負わない丁寧な攻めしましたね、はいはい、そうだね、綺麗に、いや難しいね、打たせず低くを打たせないで、しっかりとここでさあ大将ですね、大将ですね、富樫君のエリア、富樫君元カロリーヌですね、名前を、あ、そうですね、はい、すごい最近メキメキ登ってますね、あものすごい上手くなってます、正直結構負けれます、はい、さあユリアンですからね、何があるか分からないです、ね、始まりますからね、大会のユリアンは。さあ前方からちょっとコントが難しいんですよね、ユリアンって、うん、投げ て, 投げて、さあこれこっからですよ、怖い、1枚張って投げ、そして置き攻めが始まってる、さあちょっと早かった、ちょっと早かった、あれあるんですよね、ユリアン、さあうまい、うーん、さあ3回取って反撃したかった、なんかちょっと早いとなるんですか、ユリアンって、なんか後ろのノックバックやってる時しゃがみ台パンが2ヒット目がちゃんと当たらないっていうのがエイジエスが重なってる状態で、ちょっと遅らせなきゃいけないみたいな、難しい、ため方がうまいしでしょ、毎回ゲージ発動してますよ、ためる距離があのブローられてもしゃがみ強化が当たらない距離でゲージ溜めてるんで、はい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 、すげえユリアンとしては困る距離でゲージ溜められますよ、ね、さあゲージ何回目かわからん、さあただまあユリアンはね体力高いんでまだこれでも残りが2割、うん、さあ漏らして、これ初めて漏らした、さあ当たって悪気をします、逆に、おっと、おこれだよな、ユリアンの、これがユリアンなんですよね一瞬チャンスがあれば、ただただ一方的に攻めれる時間帯になるんで、さあこれ3回目、その分ですねゲージがないんで今回前半どうしのぐかですよね、ね、ここでできるだけ、ね、ダメージを少なく取って、高い、さあこれが、あさあ4回目、さあしのげるか、しのげるか、長い投げ前がさあまだまだ残りますね、さあここをどう無理はしない、硬いですね、ベンチサードモンスターですね、さあ続きまして